のチャンネルは、横浜 DeNA ベイスターズのことを好きになってくれる人が少しでも増えればいいなと思い発信しています。今回はベイスターズに関するクイズを出します。クイズの概要、簡単なものから難しいものまで10ものあります。どれだけベイスターズを愛しているのか確認してみましょう。継承についてはややこしくなるのを避けるため、引退している方も含め〇〇選手で統一しています。それではいきます。第1問、2014年ベイスターズドラフト1位、1年目からクローザーを務め、日本代表としてプレミア12にも出場したアジア大学出身の投手は誰でしょう。正解は山崎康晃選手です。簡単すぎたでしょうか。第2問、ベイスターズ期待の若手、日大三高時代に当時早稲田実業高校にいた清宮幸太郎選手から5打席連続三振を奪ったサウスポー、アンダー18ワールドカップでは5番打者としてチームの銅メダルに貢献した選手は誰でしょう。正解は桜井秀斗選手です。高校日本代表では現広島の中村翔成選手を抑えてクリーンアップを打っていることから、投手でありながら打撃力も相当なものであることがわかります。ちなみに桜井選手のプロ初奪三振はパ・リーグを代表するホームランバッターである山川穂高選手から奪っています。さて、そろそろ肩慣らしは終わりです。第3問、浜の番長といえば三浦大輔選手ですが、浜のエクスプレスといえば誰でしょう。正解は小林太選手です。速球派の投手という意味と JR 東日本から入団したという意味がかけられています。割と秀逸なニックネームと言えるでしょう。ちなみに小林選手はベイスターズを戦力外となった後、タカラレーベンという不動産会社の軟式チームに所属しました。タカラレーベンは株主優待でお米券がもらえる会社です。第4問、我らが番長三浦大輔選手の通算奪三振数は歴代何位でしょう。正解は9位です。通算2481個の奪三振数を積み上げました。ちなみに2020年シーズン終了時点で現役選手の最多は涌井選手の1798個ですので、しばらく抜かれることはなさそうです。投手が打席に入るセリーグの方が奪三振数を伸ばしやすいとはいえ、歴代の大投手に肩を並べる番長はやはり偉大な投手でした。第5問、1998年出てくるだけで他球団に絶望を与えた絶対的守護神大魔神佐々木選手のこの年のシーズン終了時の防御率はいくつでしょう。正解は0.64。 この数字は約14イニングで1点取られる計算となります。クローザーですから14回セーブシチュエーションに出くわしてやっと1点取られるということです。自責点は
年間でわずか4という圧倒的な数値でした。第6問。応援歌の歌詞の一部を表示します。誰の応援歌か当ててください。正解は山崎のりはる選手です。最後の歌詞は晴れ渡る明日へと、となり山崎選手の下の名前であるのりはるの春とかけています。ピッチャー以外の内野すべてを守ることができるユーティリティープレイヤーで、堅実な守備が魅力の選手でした。バントも抜群にうまかったです。2020年現在は阪神タイガースの球団スコアラーをやっています。第7問。2014年にベイスターズで活躍した選手です。打率3割5厘、長打率5割3分6厘、出塁率3割4分9厘。この選手は誰でしょう。正解はユリエスキ・グリエル選手です。グリエル選手はセカンドとサードを守ることができる選手でした。圧倒的な肩の強さで、サードからファーストへの送球だけでどよめきが起こるほど。セカンドでゲッツーを取る時の取ってから投げるまでの速さも素晴らしく、スター性のある選手でした。ちなみにこの年のベイスターズは規定打席に届いていない選手を含めても、シーズン終了時に打率3割を超えていた選手は3人しかいません。グリエル選手、筒香選手、そして音坂選手です。音坂選手は2打数1安打で打率5割でした。第8問。日本一に輝いた1998年、オールスターに出場したベイスターズの選手は5名いました。その中でオールスター初出場だった選手は誰でしょう。正解は河村武雄選手。前年、ルーキーながら2桁勝利投手でしたが、オールスターはこの年が初出場となりました。ちなみに河村選手はルーキー時代は10勝するも、12勝を挙げた広島の澤崎選手に新人王を取られます。1998年は前半だけで8勝を挙げるも後半0勝、1999年は17勝を挙げるも20勝を挙げた巨人の上原選手、19勝を挙げた中日の野口選手に次ぐ3位となり、実力はあったものの、タイトルに見放された選手でした。第9問。2016年、現役最後の登板となった番長からホームランを放ち、ライオンズの佐伯秀樹選手以来となる、高卒新人による初打席初本塁打を記録したヤクルトの選手は誰でしょう。正解は廣岡大志選手です。廣岡選手はヤクルトのエース小川泰弘選手が2020年にベイスターズ相手にノーヒットノーランをやった試合で、8回にゲッツーのプレイでショートからの送球をポロリと落とすという痛恨のエラーをしてしまった選手です。まだ若いので頑張ってほしいと思います。ちなみに長い日本プロ野球の歴史の中で初打席初本塁打の選手は60人以上います。しかし初打席初本塁打を高卒選手が新人の年に記録したのは、長い日本プロ野球の歴史でもわずか7名しかいません。
最近ではヤクルトの村上宗隆選手が2018年に記録しましたが、その前年の2017年にベイスターズの細川成也選手が記録しています。第10問。2009年中日戦で先発予定だったのにマネージャーが間違えてメンバー表にグリンと記載してしまったせいで1回ワンアウトからの登板となってしまったにもかかわらず8回3分の2を無失点に抑えた投手は誰でしょう。正解はスティーブン・ランドルフ選手です。ランドルフ選手は中日に強く日本で挙げた7勝のうち5勝が中日から挙げた勝利でした。また外国人投手としては史上初の初登板、初打席、初本塁打を記録している選手です。ちなみに初登板ではありませんが外国人投手による初打席初本塁打の記録は他にもあります。1991年当時オリックスブルーウェーブに所属していたドン・シュルジーという選手による記録です。延長11回指名打者だった飯塚選手がファーストの守備についたことから回ってきた打席でのホームランでした。指名打者制を導入しているパリーグでの出来事。ドン・シュルジー選手は日本での打席はこの一度きりとなり通算打率10割、長打率40割という珍しい記録も残しました。以上でクイズは終わりです。いかがだったでしょうか。ベイスターズが大好きな皆様には簡単だったかもしれません。これからもベイスターズを応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。